2024年6月15日安全靴と空調服朝市をやります。皆さんぜひお越しください。皆さんこんにちは。今日は、女性専用モデル CP217 を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今回の CP217 なんですけども、アシックスが女性専用に設計し直した靴となりまして、今まであった靴とはちょっと構造が異なっております。まずは色の方の紹介させていただきたいんですけども、順番にこちら、ブラックブラック、ベースも黒ラインも黒っていうやつですね。はい、続きましてパーチ&パティっていう色なんですけども、ちょっとアイボリー系の色ですね。で続きましてこちらがピーコートっていう、ネイビー系の色になります。でこちらの差し色のちょっとピンク系の色っていうんですかね、こちらが可愛いらしいかなと思います。はい、何が違うのっていうところなんですけども、まずこちらのフライトフォーム、今まで女性用のやつは普通のウレタンのソールしかなかったんですけども、フライトフォームっていうスポーツランニングとかやられる方はご存知かと思うんですけども、軽くてクッション性の高いミッドソールを採用されています。はい、紐を通すところが今まではハトメだったところ、こういう感じですね、のところちょっとこういう感じでベルトループでやってるんですけども、こちらなんですけどもつながってるんですけど、こちらを持ち上げることによってこの土踏まずの部分、アーチの部分をしっかりこうホールドしてくれる。なおかつ、ありがちなんですけども、女性の場合足首がどうも内側に倒れるっていうことがあるらしく、それを補助してくれるって言いますか、倒れにくくしてくれるっていう効果もあるそうです。幅の方が 2E っていうちょっと細身の形になってますので、一度足を合わせてから買われることをお勧めします。はい、ということで、今回は、アシックス女性専用モデル CP217 の紹介をさせていただきました。こちらの方の在庫を置いてありますので、お近く寄った時に見に来ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。